サイド展開について教えます。はいどうもこんにちは、リオラです。今回なんですけど、皆さんサイド展開という言葉聞いたことありますか？僕のチャンネルを初めて見るという方はもしかしたら聞いたことないかもしれないんですけど、今やスプラトゥーン2の大会の解説などでも使われるようになり、現在スプラトゥーンプレイヤーの中でめちゃくちゃ流行ってる言葉です。このサイド展開っていうのはスプラトゥーンで上達するためには必須のテクニックなんですけど、いやサイド展開ってなんやねんっていう方や、なんとなくはわかるけど正確にはわからんという方、中には間違った解釈をしてる方、何かは知ってるけど使い方を知らない方、そんな人がたくさんいると思うので、今回はこの動画でサイド展開とは何か、どのようにして誕生した言葉なのか、具体的な使い方、使ってはいけない場面、サイド展開の応用、サイド展開する上での注意点、敵にサイド展開された時の対処法、これらを説明するので、この動画を見るだけでサイド展開をマスターできるようになります。サイド展開を覚えれば、打開失敗して負けたりとか、初動負けてそのまま負けたりとか、こういう悲しい負け方が皆さんの日常から確実に減ります。逆にこの動画ちゃんと見ないと、サイド展開を知ってる周りの人に置いていかれるレベルで重要なことを話していくので、本当に上手くなりたいと思ってる方はぜひ最後まで見ていってもらえたらなと思います。では早速やっていきましょう。まずこのサイド展開という言葉が生まれた理由ですね、これは別にそんなに大事じゃないのでさらっといきます。この言葉は僕が普段から動画でサイドから展開しろと、サイドから展開するのが大事だと、サイド展開しろと言ったら、いつの間にか意図せず生まれたって感じですね。サイド展開という言葉はこんな感じに生まれました。では今からサイド展開とは何かについて話していきます。これめっちゃ大事ですね。僕のリスナーさんはね、耳にタコができるぐらい聞いたことあると思うんですけど、再認識するという意味で聞いてもらえたらなと思います。サイド展開っていうのは文字通りサイドから展開、つまり横から攻めていくっていうことなんですけど、まず一つ勘違いポイントです。横っていうのはステージの横から攻めるってことではなくて、敵の横から攻めるってことです。これめっちゃ勘違いしてる人多いです。ムツゴロウはどうやってサイド展開するんですかって聞いてくる人がね結構いるんですけど、サイド展開にステージは関係ないですね。敵の横を取るだけです。でじゃあ次に、なんで横から攻めるの？横から攻める意味は何なんっていう人がいると思います。今からそれについてお話ししていきます。横から攻めるメリット、それはズバリめちゃくちゃあってまとめれません。なので今から細かく説明していきます。横から攻めるメリット、一つ目はデスを減らすことができます。どういうことかっていうと、中央から攻めた場合っていうのはこんな風に敵に挟まれてしまいますが、サイドから展開することによって敵に挟まれる可能性が限りなくなくなるので、初心者によくありがちな挟まれて死んじゃったがなくなります。それからこれは強者限定ですが、1対1を作り出すことができるので、対面強者はサイド展開すれば対面勝ちしてキルが取りやすいです。でこれがそのまま二つ目のメリットにもつながってくるんですけど、サイドから展開して自分が挟まれないということは、逆に敵を自分たちが挟めるということです。自分たちが相手に挟まれたらきついってことは、当然相手もきついんですよ。しっかりと敵を挟む意識していきましょう。では次いきます。サイド展開するメリット三つ目は、状況の把握がしやすいということです。これもよくよく考えれば当たり前ですね。中央にいる場合っていうのは左右両方見ないと全体の把握はできませんが、右にもしサイド展開した場合っていうのは左側を見るだけで全体を見渡すことができます。これによって実質視野を広く持つことができるので、状況の把握がしやすくなります。それによって味方のカバーに素早く行けたりとか、自分のやるべきことを認識しやすくなります。では次いきます。サイド展開するメリット4つ目は、敵の判断を鈍らせることができるということです。これはどういうことかっていうと、全員で中央から集まっていくと敵は中央だけを警戒すればいいんですけど、サイドから展開することによって敵が見ないといけない場所を増やすことができるので、敵はサイドを見るのか中央を見るのか、どちらかを選択しないといけなくなるということです。それによって一瞬判断が鈍るということですね。でこれ仮にもしサイド展開してる自分気づいてくれなくて中央だけを見てた場合っていうのは、もうそのまま横とか後ろから倒してあげれば OK です。以上がサイド展開のメリットになります。しかしたら言い忘れてることもあるかもしれないんで、これもメリットやなと思うこと、よかったらコメント欄に書いてください。では次に、めちゃくちゃ大事なサイド展開を使ってはいけない場面についてお話ししていこうと思います。こんだけメリットばっか上げて最強に聞こえるサイド展開なんですけど、なんと使ってはいけない場面があります。どういう場面かっていうと、遮蔽物がない位置での反射艇武器によるサイド展開、これが NG です。特に初動ですね。なぜか遮蔽物がないのに反射艇武器でサイド展開した時に、そこを敵の長射艇武器に見られてたら終わります。倒されるのを待つのみって感じになっちゃうので、反射艇武器でサイド展開するときは遮蔽物がある場所、もしくは気づかれてない時などデスをしないようにサイド展開してください。では次に、サイド展開する上での注意点ですね。使ってはいけない場面と少し似てるんですけど、お話ししていきます。一つ目の注意点は、サイド展開中に無理にキルを狙わないということです。もちろんサイド展開っていうのは盤面を有利にとって自分たちがキルしやすい状況を作るためのものでもあるんですけど、サイド展開してそこを敵に見られているのに挟み撃ちにしているからといって無理にキルを取りに行くと返り撃ちに遭う場合があります。今から言うことめっちゃ大事なので聞いてください。大事なのは、敵が味方を見てる時に倒してあげることです。自分を見てる時に突っ込んで負けちゃったら、それ1対1負けたのと一緒なんですよ。味方カバーしてくれよと思うかもしれませんが、味方があなたをカバーしたいと思ってるかどうかはわからないので、基本的にキルを狙いに行くのは自
自分が見られてる時ではなくて、敵が味方の方を向いてる時です。ずっと見られてるんですけどっていう場合は、そこで生存してあげましょう。敵からしたら横でうろちょろしてる敵が一人いるだけでも相当うざいし、敵一人の注意を引きつけることができてるので最低限の仕事はできてます。ただこれがね、ちょっと矛盾を起こしちゃうんですけど、ガチマッチで自分が敵一人のヘイトを買ってる間、残りの3対3で味方が勝ってくれるとは限らないので、本当はサイド展開して、ずっと見られてたとしても、対面勝ちたいです。勝って4対3にしてあげて、他のところにカバー行くっていう感じです。ここが強者とそれ以外の分かれ目かなと思います。まあそもそもその腕前帯で、同レベルの相手に対面勝てないようじゃ、次の腕前に上がるのは無理っていう話です。もう一つのサイド展開における注意点は、敵がこっちを向いた時点でそれはサイド展開じゃなくなるということです。どういうことか説明します。よくいるのが、ディオラが探査艇武器で長射程に勝ちたかったらサイド展開して横から倒せって言ってたのに、サイド展開したらボコボコにされてんけど、ディオラの嘘つき。これね、間違えてます。初めにも話した通り、サイド展開っていうのは、敵の横を取るための展開方法なので、敵が自分の方を向いた時点で、でも敵の横じゃないですよね。はい、それにちゃんと気づきましょう。見られちゃったらもうそれはね、正面から突っ込んでるのと同じなので、ちゃんと下がりましょう。短射程武器で長射程武器に突っ込むのはナイフで拳銃に突っ込むのと同じです。あとは応用と対処法ですね。ここまで見てくれてる方、ありがとうございます。ここまで見てくれた皆さんにだけ、とっておきのお話今からするんでちゃんと聞いてください。まずはサイド展開の応用からですね。サイド展開がまずわからんのに、サイド展開の応用って何やねんと思う方もいるかもしれないんですけど、安心してください。ちゃんとわかりやすく説明します。サイド展開の応用、名付けてプチサイド展開、まあ、短くしてプチ展開とでもしましょう。ガチマッチにおいてこのプチ展開がめちゃくちゃ大事なんですよ。今から何か説明します。サイド展開をしろっていうと、皆さん律儀に敵の一番外側を取りに行くんですよ。合ってるんですけど、でもそれって時間かかって味方のカバー間に合わなかったりすることないですか？それで、それを解消するのがプチ展開です。プチ展開何をするかっていうと、図で表すとこういうことです。何をしてるかっていうと、一番外側の敵を無視して味方とかエリアの方を向いてる内側の敵をしばきに行くっていうことです。これがめちゃくちゃ大事です。これがまあ俗に言うほとんどカバーみたいなもんなんですけど、これをしてあげるだけで味方の生存率は上がるし、キルも取れるようになります。ただ応用っていうだけあって、ちょっと注意点とか難しいところがあって、何かっていうと、分かる方は分かったと思うんですけど、そうですね、これ一番外側の敵にやられる可能性があるんですよ。だからプチ展開をするとき大事なのは、早く終わらせる。プチ展開してることが一番外側の敵にバレないようにする。プチ展開して無理だと思ったらすぐに引く。これがめちゃくちゃに大事になってます。サイド展開に比べて若干難易度上がっちゃうんですけど、このプチ展開もめちゃくちゃ大事なので意識してやってみてください。では最後に、敵にサイド展開された時の対処法についてお話ししていこうと思います。こんだけ強いと話したサイド展開、敵にされたらたまったもんじゃないですよね。皆さんも実際にあると思います。敵に挟まれちゃった、そんな時どうすればいいか。2つ対処法があります。1つ目はもうすぐ下がっちゃう、これが大事です。死ぬぐらいなら後ろに下がる、無理しない。下がるのって味方負担じゃないと思うかもしれませんが、死ぬのが一番味方負担です。では次に二つ目はちょっと難しいんですけど、サイド展開してるやつをすぐに倒す。すぐに倒せば距離感にもよるんですけど、挟み撃ちのカバーも届きづらいです。でなおかつ、すぐにサイド展開してると倒すことができれば、逆にこっちがサイド展開し返すことができるので、自分の腕に自信がある方はこっちの方法をおすすめします。はい、というわけでいかがだったでしょうか。サイド展開について語り尽くしました。この動画を見てサイド展開を覚えた皆さんはドヤ顔で友達に話してあげてください。サイド展開についてわからないことがあれば、 Twitter の DM とか動画のコメント欄で聞いてもらえたらなと思います。というわけで今回の動画が少しでもいいなと思ったら、高評価とコメントで感想を書いてくれると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さらば。